芥川龍之介作裁縫の人。一、この人を見よ。私はかれこれ10年ばかり前に芸術的にクリスト教を、ことにカトリック教を愛していた。長崎の日本の聖母の寺はいまだに私の記憶に残っている。こういう私は北原白秋氏や木下木太郎氏のまいた種をせっせと拾っていたカラスに過ぎない。それからまた何年か前にはクリスト教のために殉じたクリスト教徒たちにある興味を感じていた。殉教者の心理は私にはあらゆる狂信者の心理のように病的な興味を与えたのである。私はやっとこの頃になって4人の伝記作者の私たちに伝えたクリストという人を愛し出した。クリストは今日の私には航路の人のように見ることはできない。それはあるいは公盲人たちはもちろん今日の青年たちには笑われるであろう。しかし19世紀の末に生まれた私は彼らのもう見るのに飽きた、むしろ倒すことをためらわない十字架に目を注ぎ出したのである。日本に生まれた私のクリストは必ずしもガリラヤの湖を眺めていない。赤々と実った柿の木の下に長崎の入り江も見えているのである。したがって私は歴史的事実や地理的事実を顧みないであろう。それは少なくともジャーナリスティックには困難を避けるためではない。もし真面目に構えようとすれば、5、6冊のクリスト伝は容易にこの役を果たしてくれるのである。それからクリストの一言一行を忠実に挙げている余裕もない。私はただ私の感じた通りに私のクリストを記すのである。いかめしい日本のクリスト教徒も売文のとの書いたクリストだけはおそらくは多めに見てくれるであろう。2. マリア。マリアはただの女人だった。が、あるよ、聖霊に感じて、たちまちクリストを産み落とした。我々はあらゆる女人の中に、多少のマリアを感じるであろう。同時にまた、あらゆる男子の中にも、いや我々は炉に燃える火や畑の野菜や素焼きの亀や頑丈にできた腰掛けの中にも多少のマリアを感じるであろう。マリアは永遠に女性なるものではない。ただ永遠に守らんとするものである。クリストの母マリアの一生も、やはり涙の谷の中に通っていた。が、マリアは
忍耐を重ねてこの一生を歩いていった。世間知と愚と美徳とは、彼女の一生の中に一つに住んでいる。ニーチェの反逆は、クリストに対するよりもマリアに対する反逆だった。3. 聖霊。我々は風や旗の中にも多少の聖霊を感じるであろう。聖霊は必ずしも聖なるものではない。ただ永遠に呼えんとするものである。ゲーテはいつも聖霊にデーモンの名を与えていた。のみならず、いつもこの聖霊にとらわれないように警戒していた。が、聖霊の子供たちは、あらゆるクリストたちは、聖霊のためにいつかとらわれる危険を持っている。聖霊は悪魔や天使ではない。もちろん神とも異なるものである。我々は時々善悪の彼岸に聖霊の歩いているのを見るであろう。善悪の彼岸に。しかしロンブロ像は幸か不幸か精神描写の脳髄の上に精霊の歩いているのを発見していた。4. ヨセフ。クリストの父大工のヨセフは実はマリア自身だった。彼のマリアほど尊まれないのは、こういう事実に基づいている。ヨセフは、どうひいき目に見ても、卑怯、余計者の第一人だった。5. エリザベツ。マリアはエリザベツの友達だった。バプテスマのヨハネを産んだ者は、このザカリアの夫、エリザベツである。麦の中にケシの花の咲いたのは、ついに偶然というほかはない。我々の一生を支配する力は、やはり、そこにも動いているのである。6. 羊飼いたち。マリアの聖霊に感じてはらんだことは、羊飼いたちを騒がせるほど醜聞だったことは確かである。クリストの母、美しいマリアは、この時から人間苦の道に登り出した。7. 博士たち。東の国の博士たちは、クリストの星の現れたのを見、黄金や乳香やもつ薬を宝の箱に入れて捧げに行った。が、彼らは博士たちの中でもわずかに2人か3人だった。他の博士たちは
クリストの星の現れたことに気づかなかった。のみならず、気づいた博士たちの一人は、高い台の上に佇みながら、彼は誰よりも年寄りだった。きららかにかかった星を見上げ、はるかにクリストを憐れんでいた。またか。